巨カオリカツラ、新末の天地会の放棄の指導者の一人、湖南省、州出身、生院の小玉省に嫁ぎ、姉の元月経は、小玉省の兄の少量のもとに嫁いだ。少量兄弟は、里見に落第したため、新朝打倒の志を抱くようになり、天地会に参加し、巨月経、巨カオリカツラ姉妹も、組織の指導者となった。1851年、 太平天国軍が永安に侵入すると、少量は太平天国軍に参加したが、翌年に新軍に捕らえられ、北京で処刑された。1854年、巨香オ勝カ巨月刑、小玉将は武装放棄を開始した。巨香オ勝カは優先資源水に押され、巨月刑は組織をよくまとめ、大元水に押され、巨姉妹の名は知られるようになった。 1855年、南六率いる関東天地会と、古有六、朱広市 A 率いる高生天地会が、湖南省に進軍すると、巨香織勝良らは彼らと連携して、湖南省のダッを企てた。南六軍が6月に、州、京洋、茶寮を占領すると、巨香織勝良巨月慶、小玉省も、州を率いて参加し、小玉省は三世代英軍士に任命された。 しかし9月に、新軍は、慶応と、茶寮を奪回し、州への攻撃を開始した。巨香織リカ巨月景、小玉将は、州九園に向かったが失敗し、転戦の結果、効果を占領した。11月に、州は陥落し、南陸は戦死した。1856年1月、効果を退出したが、年園で新軍と戦闘になり、巨香織リカは捕らえられ、処刑された。 巨月刑と小玉賞は偽って投稿したが、見破られて、やはり処刑された。ありがとうございます。